今日の鉄鍋満腹道場はスペアリブのローストです。骨付きのスペアリブを買ってきましたので、ダッチオーブンで食べて焼いて食べてみたいと思います。材料は豚のスペアリブで、ソースの材料で玉ねぎ、マスタード、塩、お酢、ケチャップ、にんにくで、お醤油で、胡椒でオイルです。でまずは、ダッチオーブンでスペアリブを焼いていきます。はい、プレヒートした、コンボクッカーもしくは10インチのダッチオーブンに、網を敷きます。直接入れちゃうと、焦げつきますので、じんわり焼くために、下に底を敷いてます。でお肉には塩コショウをあらかじめしっかり振っています。でお好みでローズマリーなどの香草を振ってもいいと思います。じゃあお肉を焼いていきます。でこれで蓋をしてじわじわと焼いていきます。で火は、中火にもしくは弱火に落とします。はい、お肉が焼けたらバーベキューソースを塗ります。アメリカの家庭っぽいやつです。ライブはニンニク1かけをすりおろしたもので、ケチャップ 80g、 お砂糖 40g で、お酢大さじ3杯、お醤油小さじ3杯で、粒マスタード小さじ3杯ですを混ぜ合わせてあります。で、あらかじめ今ダッチオーブンをプレヒートしています。はい、ではプレヒートしたスキレットに油を入れて、まず玉ねぎを炒めていきます。ソースを作るのにはちょっと小ぶりなスキレットがあると便利がいいです。でまず玉ねぎを半分みじん切りしたものを炒めます。玉ねぎが透き通ってきたところで、さっき混ぜ合わせておいた調味料を入れます。ちょっと火は弱めにしてください。で混ぜて色味だけ混ぜます。とろみがつくまで煮詰めたら完成です。砂糖がたくさん入っているので、あんまり強い火で焼くと焦げちゃいます。で本当は蜂蜜を入れるともっといいと思います。蜂蜜を入れるとソースを塗って焼いた時にツヤが出て美味しそうな感じになると思います。今日は蜂蜜がなかったのでお砂糖だけ。だいたい30分ぐらい経ちました。開けてみましょう。途中で一回上下ひっくり返しました。こんな感じで、いい感じに焼けてますね。
油がだいぶ落ちてそこに溜まっています。見えますかね。下がギトギトしてますね。余分な油が落ちてきているので、意外とヘルシーかもしれませんね。はい、じゃあこれに火を止めてバーベキューソースをつけていきます。もうスキレットのままにそのままドボンと入れればいいと思います。全体に絡めてまた戻します。全体的にソースを塗って、あと上にはちょっとスプーンかなんかで乗せてもらってもいいと思います。で、下火は切りました。で、あとは上火だけで火を入れていきます。蓋を切って、上火ヒーターを開けて、上火だけであと10分ぐらい焼いていきます。はい、じゃあ10分経ちました。中を様子を見てみましょう。おお、よいしょ、いい感じ。ソースがグツグツして美味しそうな感じになってます。いいと思います。よいしょ。スペアリブのロースの完成です。手でかぶりついて食べたら美味しいだろうなと思います。ではいただきます。